食育ロックのわらびずです。ゼロから食育を勉強していきます、はい。今回もこちら、軍用車の食べ物食育図鑑から勉強していきたいと思います、まず、今日は何ですかね、はい、野菜ですね。野菜のページから学んでいきたいと思います。野菜っていうのは知ってますか？ベジタブル、英語でベジタブルっていうみたいですね、はい、かぼちゃ、パンプキン、かぼちゃ3つのタイプというのがあるみたいですね。へえ。ほうほう、そんなにあるんだ。日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ズッキーニと、まあ、こういうのがあって。ズッキーニってかぼちゃなんだ。そうです。へえ、知らなかった。あれはですね、あのキュウリではないですね。ああ、キュウリ系かと思ってたね。で、緑黄色野菜なんですね。ああ、まあ、いろいろベータなんちゃらとかカロテンとかいっぱいあって、エネルギーにもいいし、しかも なんと一番驚いたことはですね、このかぼちゃのページで驚いたのが、かぼちゃのあの綿、あの切った時に種包む綿があるじゃないですか、あれがですね、なんとスイカの実に当たると。スイカのあの赤い果実に当たる部分であると。なので綿も食べられるなら食べた方がいいと。めちゃめちゃここに栄養があるらしいです。マジで？めちゃめちゃあるらしいです。普通そこ食べないじゃん。食べないです。ちなみに花も食べられます。はあ、かぼちゃすごいですね。種もなんかこう焼いて中を割って食べるといい気分になると、すげえいうことです。ちなみにこの本、マイページにですね、ちえちゃんという女学生がですね、大人も知らないような、豆知識を教えてくれます。ちえちゃん、学帽をかぶってて、ね、あの優等生タイプの学級委員長とかやってそうな感じの子ですねこのページはそうめんかぼちゃってどんなもの知ってるわけないですね、普通の子は。これをあの料理まで教えてくれます。お前 何そうめんかぼちゃって聞いたことないよ。何歳だと。というわけでかぼちゃでした。